正解です。 ありがとうございます。そうなんです、私たちこの5人は5月31日から6月1日の2日間、福岡のヤフオクドームへ、ドアと一緒に駆けつけに行ってきました。そこでですね、今日はその福岡遠征の思い出とかいろんな出来事を今日は聞きたいと思って、はい、では順番にセリナから聞いていこうかな、はい、では自己紹介からお願いします。はい、皆さんこんにちは、1年目の井上セリナです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では、ね、セリナは1年目の代表として初めての遠征だったんですけれども、はい、何か思い出に残っているものと特に頑張ったことありますか？とハニーズさんとコラボさせていただいて、うん、ね、オープニングダンスを試合前に踊らせていただいたんですけど、うんうん、とっても緊張した。そうだね、振りもね、いつもと違うね、私たちとは違う振りを踊ってらっしゃるので、もちろん、ね、それを覚えると大変だったね。ね、もうギリギリまでみんなで振り確認してね、もう緊張バクバクだったね。はい、何が一番あれだった？なんかグランド入って何がなんか驚いたこととかありましたか？ビジョンがとってもでかくて、大きかったね、はい、いろんなところにあったね。いっぱいありました。なんかね、映ってたね、私たちの顔もね。いつも以上に表情を意識して。そうだね、はい、緊張したよね。緊張しました。そう、セリナ、そういえばね、あのホークスファミリーのハーキュリン、ハーキュリン君、ハーキュリン君にすごいお気に入りね、ね、なんかね、あの似顔絵対決とかっていうのをしたんですけれども、その時にね、名古屋の女ってなりましたね。ね、お気に入りだったね。俺の女って、俺の女って感じ。そうなんです。ちょっとチャラ男だったね。はい、2年目の竹井ゆいです。はい、すごい声援。はい、ゆいはそうだね、2年目で、はい、去年は千葉遠征の方に、はい、そうですね、そうだね、はい、2回目の遠征、そう、2回目の遠征がね、はい、どうだった、ゆいが思ったこと何でもいいので、はい、はい、ハニーズさんの、まずついてすぐに控室に行ったんですけど、控室ね、その時にホワイトボードに、ホワイトボードに全員の似顔絵が描いてあって、そうなんですよ、入った瞬間ね、すごい上手でしたよね。そう、一人一人のキャラクターも絵とかもすごいいっぱい描いてあって、ね、すごいおもてなしでしたよ ね、すごかったね、本当に。あとはもう、そのドラゴンっていう B ステージみたいなもの、ファンファニーズさんっていうファンファンステージっていうのがあったんですけど、ね、はい、もうその時のハニーズさんたちのもう盛り上げ方がもう本当にすごくて、ね、ステージ袖とかでも一緒に、そうなんですよ、もうお客さんとの距離もすごい近くって、ね、そうだよね、お客さんとすごい一体になってて、すごい素敵だなって思いました、ね、私たちもぜひ取り入れさせてもらいたいですね、はい、習いたいです。はい、ありがとうございます。はい、では次の方お願いします。はい、2年目の石原まりなです。はい、ありがとうございます。で、長良川球場とか地元のね、はい、方には行かせていただいてて、はい、今回ちょっと遠くの方に行って、福岡の方に行って、まで、まーちゃんはどうでしたか？そうですね、まず、ドームがでかい。大きかったね。大きかったね。はい、もうセリナが言った通りに、あのビジョンが、うまい？ね、ボン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 って、もう一面に後ろにもあるね。もうキラキラだしね、本当にね、ライトもすごくて、ね、ライトアップもコンサート、もうなんかコンサートだしね、はい、ね、すごかったのと、あとあの1日目はちょっとドラゴンズ負けてしまったんですけど、ね、その時のあの向こう側のあの、うん、あれですね、あのコックさんのね、コックさんの、うん、勝利の時の勝利の時の花火がすごくて、うんうん、花火ね、びっくりしたね、あれあのヤフオクドームって開くんですよね、ドームが。その時に花火が上がるよとは聞いてたんですけれども、はい、まさかこの天井が開く前にグランドにかけてボーンって花火が、私たちそれ知らなかったからみんなごみでうわーとびっくりして、え、何とかやってたね、本当上に打ち上がる花火だと思ったんですよね、すごかったね、ボーンって本当にびっくりしました。
ね、すごかったね。はい、ありがとうございます。はい、では次の方お願いします。はい、3年目の滝戸美優です。はい、みゆは3年目としてどうでしたか、福岡遠征に行って。そうですね、昨日もちょっと話したんですけど、やっぱりすごい楽しかったんですけど、うん、昨日はオープニングパフォーマンスで、うん、ハニーズさんがこう喋りながら踊ってたよっていう話をしたんですけど、まあ、それもすごく良くて、うん、で5回にアチチダンスっていうのを一緒に踊らさせて、これメラメラとか言ってこのメガホンを持ってね、そう、貸してもらって一緒に踊ったんですけど、その時にビールとか売ってる売り子さんたちも、子さん、その時になると一緒に踊るんですね。そうだね、踊ってたね。一緒に踊ってて、そこにもうすごい感動して、ね、客席がもう一体感、一体感がすごくて、ね、うん、で私たちのタオル回す時に一緒にこう全員で回したいなっていう願望がすごい生まれて、そうだね、皆さんにもぜひやっていただきたい。本当にタオルで一緒に回してほしい。このディステージに見えてる方はまずタオルをね、今回の時は全力で回したいと思います。あとね、キャラクターもたくさんね、いたよね。いました。オークスファミリーにして、あとみんなが今ね腰にかけてるこのタオルちょっと見せてくれるかな。いよいよ、うん、ね、見てください。これちょっとみんなで向こうで可愛すぎて買ってしまったんですけど、このプーさんこの皆さんご存知ですか。この去年からね出てきたのかな、プーさんっていうキャラクターなんですけれども、もううち先生がそれをずっと知っててもう本当に可愛いからって言って、そうなんですよ、めっちゃ可愛くないですか。もう動きのいいが本当にたまらないんですよね、本当にね、すごいですよね。そうなんだね、パフォーマンスが半端ないし、そう、もう皆さんにもぜひ生で見ていただきたいというね、本当に。そう、あとこのセリナが今持ってる厚をこのタオルもね、みんなたくさん持ってて、今日これはハニーズさんからねプレゼントさせてもらったんですけど、本当にすいません、ちょっと言葉噛んじゃいましたねお時間大丈夫ですか。まだ OK。 はい、で、そう、もうあと1分ですか、あと2分。お、まだ無事だ。今日ね、このお話をさせていただくためにちょっとね、はい、ナンバーも1曲だけちょっと減らしてもらってトークの時間を増やしてもらったんですけど、そう、本当にハニーズさんとは昔から本当に交流させていただいてて、チームは違いの、本当に野球が大好きなんだ、野球を盛り上げたいなっていう思いは私たちと一緒なんだなっていうのを本当に深く感じて、はい、そうですね、本当にもう一生心に残る遠征になりました。はい、うん、ね、ずっと昨日からずっともう本当に楽しかったねっていう余韻にすごいみんな浸ってて、まだちょっと抜けてなかったね。そう、まあ、もう一回行きたいですよね。だからオープニングダンスでもみんなも、いやー、手拍子よろしくとか言いながら、そう、ハニーズさんだよね。そう、そう、盛り上げ方とかやっぱり私たちはね違うところがたくさんあって、そうそう、グランドのパフォーマンスの時にオープニングダンスの時、ハニーズさんこういうなんていうマイク、はい、うん、マイクをつけて喋りながらこうパフォーマンスしてたんですよ。なんて言ってた、なんかどうやって盛り上げてた。さあみんな行くよ、手拍子よろしくそう、上手こんな感じでねやってたよね。ね、私たちもそういうのとかね、いろいろね。終了ですか。はい、じゃあたくさんお話しさせていただきました。ではこの引き続き、ダンスパフォーマンスの方